五大山より俯瞰した地域、郊外山付近を見る。丹波市は兵庫県東部に位置する市、丹波県民局管轄区域。市名の由来は、地域がかつて丹波国の一部であったためで、同じ丹波地方の京都府福知山市と県境を接する。丹波市中央部周辺の空中写真。画像左上型が市役所のある氷上地区。画像右上方が春日町。 黒い地区。1975年撮影の17枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。柏原地区周辺の空中写真。1975年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 兵庫県東部の内陸部に位置し、瀬戸内海と日本海のほぼ中間部の山間にある。加古川水系の最上流、揺ら川水系の最上流に位置し、北海道と末端部を除けば、日本で一番標高が低い中央分水海がある。また、四五線が通る町でもある。文化、経済的には、丹市北をもって北、近畿圏となる。標高100メートル前後の盆地に、 田畑が広がり、霧の出ることも多い。積雪は近年では、年数回程度であるが、旧青垣町は、豪雪地帯に指定されている。また面積は、県下5位である。平成22年国勢調査で前回調査からの、人口増減を見ると、4.28%減の67,780人で、あり、増減率は、県下41市町中に7位、49。 行政区域中35位。あてご祭を、はじめ、川裾祭り、国領水なし月祭りなど多くの歴史的祭事や伝統を多く残す。古代の丹波国の生誕に位置する光郡の地である。4から5世紀の著名内籍としては、新能塚古墳、二間塚古墳が残る。古社としては、春日町の平出身者が知られている。戦国時代には丹波の赤鬼として知られた。 赤井直政が、春日地区の黒井城によって三端二部位を、とどろかしている。織田信長期家の明智光秀による丹波攻めは、赤井直政討伐が主眼となっていたが、直政は病没するまでの三年間、明智軍の猛攻に屈しなかった。この頃、柏原八幡神社など、明智光秀の丹波攻めによって焼かれたという寺院もある。このため今でも光秀に対する恨み事を聞くことがあり、 現代でも三秀が警防されている、京都府の亀岡市や福知山市とは、歴史観をことにしている。江戸時代の表情地域は、別所吉春が田島や義良より、丹波北、由良領1万5千国に国替えになり、北由良陣屋を築き北由良藩を建てた。吉春は、大阪の陣の甲により5千国を加造され、北由良藩2万国の領域が確定したものの、その後改易された。 また、柏原地域は、織田家二万国の支配下となるが、上司格は与えられず、柏原陣屋が建てられた。幕末には、柏原藩、三田藩、鶴巻藩の領地や旗本領が、地域全体に複雑に入り組んでいた。明治維新後の1871年に、豊岡県へ統合され、1876年に、兵庫県に属した。このほか徳川家光の乳 春日局は春日地区に生まれたとされている。表情群6町の合併にあたっては新種名候補の公募がなされた。この結果では表情の応募が最多となったほか、氷上が3位となるなど軍名にちなんだ応募が比較的多かった。これに対し表情群合併協議会はブランド力の活用などの理由で応募数では2位の丹波市を 合併協議会委員の投票により選定した。これに対して、地元住民のほか、当時の篠山市や綾部市など、丹波地域内の周辺自治体などから見直しを求める声が上がった。これを受けて、合併協議会は改めて検討を行ったが、公募は人気投票ではなく、応募数は参考に止めるものである、公正なルールに従って選定された。 旧国名を採用している事例は他にも多いといった理由により見直されることはなかった。なお、一連の経緯については、竹内正宏が平成の大合併で誕生した各地の地名を考察した著書日本の陳地名の中で京都府をはじめ全国的な反発を買ったという事件と評価している。篠山市は投資名により丹波さんとして出荷していた篠山市産商品が 投資さんと誤解されているなどとして、投資に対抗して、2019年に氏名を丹波笹山氏に解消した。柏原市所神戸地方裁判所柏原支部、神戸家庭裁判所柏原支部、柏原簡易裁判所市長、丹尾図安家氏、投資のキャッチフレーズである、人と自然の交流文化都市を表し、色は自然を表す緑色が指定された。一般公募により、 2004年3月23日から2004年4月30日まで募集し、選定結果で大阪府大阪狭山市在住のグラフィックデザイナーによって2004年7月21日に決定し、合併日の2004年11月1日に制定された。概要の林業中心ではあるが、工業も盛んである。パルプ、ベッド、釣り針、自動車ケーブル、携帯電話、 菓子などを生産する。また、かつては、毛皮の生産地でもあった。このほかボタン鍋用イノシシや神戸牛など食用肉の飼育も行われている。農業小山園の玉目農場あずきほかコシヒカリ、夢丹波といった水筒や山の芋、黒大豆、ゴマホントマトウ、本郷いちごの栽培が盛んである。市内の春日町は丹波大納言あずきの発祥地とされる。 市内の市島町は農業の先進的地域で全国40カ所の有機農業モデル地区の一つに選ばれている。2008年、市島有機農業研究会の呼びかけで丹波市有機農業研究会が発足。2008年より丹有県を中心とし丹波市有機の里づくり推進協議会が設立された。が発足した年は、 有吉沢子の小説、複合汚染が発表された年にあたり、国民の間で、公害問題や、食品汚染を追求する消費者運動が盛り上がった時期であった。神戸大学の安田茂、県、名誉教授の講演を聞いた、愛の会の子近藤忠の呼びかけで、三十数県の農家により、私有権が結成された。しかし、農薬を一切使わない、有機農法は、 労力がかかるとともに、害虫の発生に悩まされる。有機農法を支持する消費者が手伝いに来ることもあり、阪神、淡路大震災の際には、生産者が消費者宅を訪問し水や食料を配布するなど、消費者と生産者の参照連携運動が有機農法を支えている。ジャスニン賞有機米をはじめ、野菜、ブルーベリーなどの果実などが有機農法により生産されている。 また、丹波地方は豆の生産でも知られるが、小山園が丹波な仲豆として商標登録し、2008年には兵庫県認証食品に認定された。近年は古くより丹波地方で健康に良いとして飲まれ、高血圧、腎臓の機能回復などに効能があるとされる仲豆を使った丹波な仲豆茶が、百貨店や通販サイトでも売られるほか、アメリカ、香港、 ベトナムにも輸出されるなど、新たな特産品となっている。商業北、近畿と洋化自動車道表上インターチェンジ周辺に、広がるロードサイド店舗夢タウン、丹波やコープ神戸のショッピングセンターなどの大規模、小売施設のほか、市内各地に、スーパーや、コンビニエンスストアなどがあり、市内の日常的な購買需要はほぼ満たされている。北、 近畿と八日自動車道氷上インターチェンジ周辺にはロードサイド店舗が立地している。しかし、市東北部の市島城は福知山都市圏に位置しており、隣接する京都府福知山市の商業、産業に多くを依存しているほか、福知山市の商業施設や病院などの利用は特に多い。その一方、市南部の三南町は隣接するハリーマ北東の 中核都市西脇市との関連が深い。稲畑人形、稲畑人形は丹波市光町稲畑に暮らしていた赤い若太郎忠常が京都の伏見人形を模して作り始めたと伝わる。親しみやすい素朴さを特徴とし、経済的事情でひな人形を買うのが難しい農民たちがひな祭りを祝えるよう作り始められた土人形。一般的なひな人形は オビナとメビナがタイであるが、稲畑人形は赤い装束を身にまとった、連天人一体を飾って祝う。子供が賢く、健やかに育つようにと、連天人は菅原道真をモデルにしている。その他、小田福、舞子、金太郎をモチーフとしたものなど、約200余種がある。明治時代に最盛期を迎え、農寒期の副業に、集落内の七、 八県で作られ、晩州や田島方面にまで広く売られていた。指定金融機関、丹波比、神農業共同組合中、兵庫信用金庫出店丹波市教育委員会は、産卵支所内に所在する。救急患者の半数が市外へ搬送される現状から、医療崩壊を指摘する報道もなされていたが、丹波医療センターが会員し、医療センターの常勤医師も50名を、 声救急受け入れ人数も、医療崩壊前の人数を超えているが、救急搬送人数が増えているため、市内収容割合は6割台を推移している。柏原駅鉄道を利用した場合、大阪駅より約1時間10分程度で、柏原駅まで到達できる。高速バスは、田島方面発着の一部系統が、カスがインターチェンジ、表情バスストップ。 青垣インターチェンジ各バス停に停車する。市内発着便としては、関西記念母園発着便が存在する。日本の大都市以外の場所で参見されるように、当市においても全域にわたり公共交通機関網は、細部に及んでいないほか、運行本数も少なく利便性に乏しい。1990年代半ば頃までは、中国ハイウェイバスや福知山高速線といった路線が、 地域を介して運行され停車していたが、前車は運行区間短縮、後車は全線が廃止となった。また、特急バスは運行経路が変更された上で、土日祝祭日、ゴールデンウィーク、お盆、お彼岸、年末年始に限り、地域にある関西記念墓園までの運行となった。これらの施策により、広域の利用については一部の利用機会を創出している。一方、 2005年4月より、それまで市内を通過していた大阪、神戸から木の先、湯村温泉への特急バスが停車するようになった。高速自動車国道一般国道県道道の駅、丹波新聞社地上デジタル放送中継局の開局状況は以下の通りである。柏原八幡神社柏原藩尾だけ宮廷長屋門、川城公園と、 川城渓谷山本薬師同期の架橋関岩寺の紅葉高然地水分かれ公園一島川、裾祭り郵便番号は以下の通りである。NTT の電話の単位料金区域は丹波かしわら市外局番は0795。天気予報は078から177。なお、同一市外局番の西和ゲムウェへ電話をかけるには市外局番が必要である。 自動車のナンバープレートは神戸ナンバーである。ありがとうございます。